さあ、先週のローファイはお休みでございましたが、松本聖也、春のうちに With the Songbirds がリリースになりました。もう聞いてくださってる方もね、たくさんいらっしゃるみたいで、そちらのメッセージもたくさん来ておりますし、その他のこともいっぱい来ております。その辺を読みながら、今日も進めていこうと思います。松本聖也の今夜はローファイ、スタートです。松本聖也の今夜はローファイ。さあ、早速メッセージご紹介しましょう。こちらはルイさんです。モルコの新曲春のうちに聴きながら出勤中です。もう大好き。びっくりマーク。今繁忙期のど真ん中で、バタバタ忙しくて凝り固まった心に染み渡りすぎます。聴いてると笑顔になれる。ザ・ソングバースさんとのコラボも素敵。コラボごとにいろんなモルコに出会えることが嬉しいな。素敵な新曲をありがとうございます。今日もお仕事頑張りますと。いや、嬉しいですね。そういうこう日常の中に、曲をね入れてくれるっていうのは非常に嬉しいことでございますし、まあコラボ、今回のねコラボシリーズは本当に皆さんそれぞれのキャラクター個性アーティストごとにあるんで、そこにこうなんていうのかな、一緒に入れてもらうっていうのは非常に僕も自分がこんなこと今までやってなかったこととかね、こんなことできるんやとか、自分の新しい発見にもね、なってるんで、非常に意味のある、毎回勉強になってるこのシリーズでございます。ルイさん、ありがとうございます。ニッシーさん、春のうちにザ・ソングバーズ毎日聞いています。レコーディングの日に人差し指流血事件があったとなんて思えないほど優しい風を感じる春の歌で、松本さんのこれがプロです感を見せつけられました。感想のギターとドラムが印象的な曲で、歌の方は春がの後の室節で松本感が溢れていました。春のうちに春が終わってもいっぱい聴きますね、ということで、それもどっかでも言ったけどね、その日雨降ってて折りたたみ傘持ってて、ちょうどスタジオ着いた瞬間に畳もうと思ったらざっくり指をいってしまいまして、ちょっとなんていうの、やっぱ怪我するとね、それはテンションがちょっと、もう今は治ったんですけど、その時はやっぱこうちょっと1段階2段階ぐらい下がるじゃないですか。怪我してもうたとかね。それが結果論、なんかこの曲のアンニュイな感じになったんじゃないかなって思うぐらい、怪我はしたくないんですけど、本当に気をつけてください皆さんね。まあ全てをポジティブに捉えようとするのなら、そういうかだったから、なんかこう歌声にもしかしたら変化が出たのかなとかね、思いますね。春がの後の室節で松本感が、溢れていました。最後の大サビの前ですよね。あそこもね迷ったんですけど、もともとデモでは入れてなくて、当日レコーディングの時にちょっとやってみたいっていうのでやってみて、で僕自身もちょっとフェイクっぽいのがすごい松室っぽいなって自分でも思ったんで、これが果たしてコラボでいいのかっていう、みんなにちょっと確認してもらうためにね、一回ちょっと入れてみますっていうので入れてみたら、みんなもいい感じっていうことだったんで、そのままねやっていただきました。まあこういう細かいところ聞いていただけるのはね非常に嬉しいですね。ありがとうございます。さくらさん、コラボシリーズ第3弾春のうちに With the Songbirds リリースおめでとうございます。お天気の日に散歩しながら聞いたらとても心地よくて、ムロ君の春ソングが聞けて嬉しいです。来年の春になったら桜を見ながらこの曲を聞きたいと思いました。歌詞の中の伝えることがあるの内容を明確にしていないからこそ、ラブソングだけではなく聴き手の数だけこの曲の世界観があると感じました。好きとは言ってないところや歌始まりのところが、ムロ君の毎秒君に恋していると重なったのと、インスタライブでもグバさんの窓に差す光のようにっぽいとコメントがあったので、それぞれの色が出て今回も最高の化学反応が起こりましたね。ライブで聴けるのが楽しみにしています、と。ありがとうございます。まあ本当にそうですね。なんかただこうシンプルなラブソングっていうことではなく、非常に今言ってもらったように大きな、その春という共通言語を使って、それぞれのこう世界観に合わせられるような、そのなんていうのかな、世界観の作り方もやっぱソングバーズの、世界観にすごい近いなと思ったし、なかなか自分ではあんまりそういうしなかった展開というか見せ方、聞かせ方だったんで、非常に面白かったし楽しかったですね。なんか本当に来年の春ね、
なるほど。もう今回リリースされ、まあ、タイトルが春のうちにっていうのもありますけど、リリースされた時はもう桜は今年はね、散っちゃってましたけど、来年またその春の桜を見ながら聞くとどういう風になるのかっていうのもね、聞いてみたいですね。ありがとうございます。さあ、晴れ晴れさん、春のうちに With the Songbirds たくさん聞いています。暖かな陽気の雰囲気や桜が散る前にと急ぐ感じの疾走感がめちゃくちゃ好きです。メイキング MV も良きです。今年は桜の期間が特に短かったので、ムロ君たちの撮った桜が綺麗でほっこりしました。それぞれの桜は素敵ですね。メイキング MV、 手を怪我したムロ君の手をガン見した室人さんは私を含めたくさんいただろうな、お大事に。やっぱ映ってるかな、そりゃね、そう、桜の映像、僕含めソングバーズのメンバーも含めそれぞれが自分たちでこう撮ったのをね、集めて作ってもらったんですけど、まあこのインスタ配信の時も言ったんですけど、本当に誰がどれかっていうのは僕らも分からない、自分が撮ったやつしか分からないから、そういうのをこう当てながら見るのは、どっかで答え合わせがもしかしたら、まあするかな、しないかもしれないけど、いつの日かあるかもしれないですね。ぜひこの見ていただけ、あの MV もね見ていただければなと思います。あゆみさん、春のうちに With the Songbirds リリースおめでとうございます。初めて聞いた時、ジャケットの色合いぴったりの爽やかな曲だなと思いました。ピンクが桜と暖かさを、青が風と切なさを感じさせる季節が、いつでも聞くと春を思わせてくれます。流れるように入って歌っているところに過ぎていく時間を感じたり、聴いているうちにフレーズの終わりと始まりが被って聞こえるような感覚になるので、個人的に焦燥感に駆られてやらなきゃいけないことを思い出させてくれる、やる気スイッチを押してくれる曲になっています。また素敵な曲をありがとうございます。毎日聴いてスイッチを押してもらいながら頑張りますと。いやー、すごい、ジャケットのこともね言ってくれて、まあそのなんかこう焦燥感というか、まさにね、その春のうちにっていうタイトルも、最後の方に本当にね、その日、レコーディングして、でもう朝から、バンド撮って歌い入れまでその日のうちにやると、いうの でタイトルがまだちゃんと正式に決まってなかったんで、その全部撮り終わった後、まあ、スタジオのロビーみたいなところでみんなで輪になってこう喋ってて決まったという感じですけど、まあなんかその他の季節よりもやっぱ春は短い感じがねするから、その中でなんかこう伝え、まあ今回のね歌詞だと伝えなきゃいけないことがあるとか、なんか自分の中でやらなきゃいけないことがあるっていう、そういうメッセージがねあるんで、まあやる気スイッチをね、そう、この曲が押せるなら非常にね良かったなと、思いますね。ありがとうございます。ザッハさん、ムロ君へ新曲春のうちに配信リリースおめでとうございます。桜の季節ということもあり、歌詞もなかなか伝えきれない思いを歌っていて、アンニュイな楽曲ですね。レコーディングの日に指を怪我して安入な気持ちになったってインスタでお話しされてましたが、大切な指を怪我したのは心配やけど、曲にはぴったりな安入感でな歌声で、聞くたびに胸の奥がキュッと締め付けられます。コラボレーション3曲すべてムロ君の歌声が違ってて、いろんなムロ君を見てるようで聞いてて楽しいですと。ありがとうございます。まあさっきも言いましたけど、本当に特にね、まあサウンド感ももちろん、その今回、春のうちにはピアノとかね、その辺を入れさせてもらってるんですけど、まあピアノのこのフレーズ感とかも、やっぱもともとこうソングバーズがこう作ってくれた土台みたいなところに乗っかるっていう風になると、やっぱ自分でアレンジする時とは全く違う脳になってたので、そういうところをこうね引き出してくれるというか、コラボシリーズは本当に毎回それが嬉しいなっていうところでございますね。ありがとうございます。まだまだね、皆さんのソングバーズとのこのコラボ曲春のうちにの、感想や、まあ、聞きたいこと、質問などねあれば、教えてもらいたいなと思いますので、お待ちしております。さあ、他のメッセージも言ってみましょう。先日行われたキシンくんとのイベント、キシン電信ボリューム9について、ゆずくんさん、昨日のキシン電信配信で見ました。次の日に送ってくれてるんですね。歌よりトークの方が長く感じるライブって初めて、体感じゃなくてほんまに長かったのかも。いや長かった、多かった、喋りパートが、まあまあ慣れてる同世代の人とライブする時の声援は、喋り方が厳しめでめちゃめちゃ面白いです。厳しい、あれか、2人で散々笑かしてからの期待は不公平とか、半分子からの半分子とか、一夜限りのバーレリーズの、オリジナル曲とかセットリストも素晴らしかったですと。爆笑トークの中で一つだけためになったのが、ストレスを寝て起きたら忘れるという話でした。確か寝たら忘れる体にしたって言ってましたよね。それどうやってしたのかぜひ教えてください。配信のありがたみを改めて感じた素晴らしいライブでした。まあそう、そのトークの中で
まあストレスを感じたらどうするかみたいな質問があって、でまあその寝たら僕は基本的に忘れるし、もうそういう寝たら忘れるような体に脳にしたみたいな感じのことを言って、まずでもそのままなんですよね。またそう思い込むことが人間の頭なんか多分めちゃくちゃ単純なんで、本当はね。でもやっぱ人間はちょっと高度な、ね、生き物やからちょっと難しく考えることができるんでそうしてしまうんですけど、実はもっとシンプルな気がしてて、だからそういう風な、まあ、脳にしようとしてるっていうことかな、まあ、その体にしたっていうよりかはね、まあ大事、自分はやっぱこうなんていうのかな、まあ、それが人によってなんかじゃあ、お風呂で大声で歌うとかね、いろいろこう人によってこうストレス発散方法はあると思うけど、それをしたらもうストレスがなくなるんやってこう思い込むことがやっぱ大事やなと僕は思ってるんで、なんかそういう意味で言ったんでね、まあなんか皆さんのストレス解消法なども、あったらねどんどん送っていただきたいなと、思います。さあこちらも来てますね。あつこさんですね、こんばんは。今は4月28日日曜日の22時30分です。王子で、須田さんとのバーレリーズ結成、&解散ライブの日でした。思い出し笑いに困らない、帰り道だったので、何を見に行ったのか一瞬わからなくなりました。トーク最高でしたが音楽も最後に良くて盛りだくさんのお得ライブ、涙がいっぱいを生で聞いたことはもちろんなのですが、最後の地球外生命体がいい曲すぎて音源化を求めます、ぜひお願いしますと。やっぱり対バン企画ってめちゃくちゃいいですね、ワンマンもですが対バン企画もぜひお願いしますと。その日はキシン君が毎回この企画をねいろんなアーティストさんとやってみたいですけど、なんかその回その回に新曲をコラボのために作ってくるという非常にカロリーの高いことをしてまして、キシン君がね、でその作ってくれた今回のために作ってくれた地球外生命体という、いい曲、確かにすごいいい曲やったんで、ね、またどっかでね歌いたいなと思うし、そういうコラボならではのね、で涙がいっぱいっていうね昔10代の時に作った曲を、キシン君からの提案で歌ってみたりとか、そういうのありましたんで、まあ本当に自分もね結構いろんな企画ライブやらせてもらったりしますけど、この人のライブにお邪魔するっていうのはね非常になんか楽しいし新鮮だなというところでございます。ありがとうございます。さあさあその他いろいろなメッセージ読んでみましょう。こちら若ハムさんです。ムロ君こんばんは。毎日新卒の研修や業務に追われている限界アラサーの若ハムです。少し悲しかったことがあるので聞いてほしいです。私の職場にはいわゆる Z 世代と呼ばれる世代の子が数人働いていますと。私はそんな子たちにこの人がいるから仕事嫌だなとか、この人には相談しづらいななどと思われたくないので、なるべく優しく、なるべく同じ目線でスタンスを、なるべく同じ目線でをスタンスに頑張っています。ある日 Z 世代の子がジュースを飲んでいました。ブドウのジュース、かっこウェルチェです。何の嫌味もなく、それ超美味しいよね、けど私ら制服白だから気をつけてねと言いました。そしたらその子が真顔で、あすみませんとジュースのボトルを隠されてしまいました。地味にショックでした。嫌味に聞こえちゃったのか、おばさん余計なお世話だよって感じに思われたのか、普段はそんなことなく普段見ているアニメやドラマの話をする仲だったので何も考えず発言したのですが、どうすればよかったのでしょう。モロコンは下の世代の子たちとどう接しているのか教えてください。難しい。なるほどね、それは非常に難しいな。まあでもまあその普段まあね多分普通にこうアニメやドラマの話をする仲だったとはありますが、制服中だから気をつけてねっていうのはもうそれごもっともやから、その確かにと思ったのがまあ注意されたとまでは思わないけど、その確かにがちょっとビビりにつながって気持ちもちょっとわかるな。そのこのただ別にこの言ったことが全く間違いだなとは思わないし、それこれ以上これ以下はないかなって感じがするんで、まあね、その後どうなったのかは気になるけど、まあちょっとびっくりしたんでしょうね、そのごもっともやから。うん、確かにね。まあ僕下の世代というか自分より年下の人たちと関わることもまあたまにありますけど、
まあ、このね若武さんは仕事やから、そこでこう教えないといけないこともあるやろうし、ただ僕の場合はもうやっぱり自分からなんかこう言うってことはしないかな。なんか聞かれたら答えるとかね。でやっぱ僕自身も10代の時とか20代前半の時とかはなんか求めてないのにアドバイスとかされたらなんかすごい嫌やったから、まあその多分年齢もあるんでしょうけどね。だから今は本当に自分がされて嫌なことはしないようにしようと思ってる。まあ人によるかもしれんけどね、僕はそういう考え方でやってますね。だから聞かれたらいろいろ答えるけど、聞かれ なんか別に聞かれてもないのにこっちからこうやねとかはあんま言わないようにしてる。まあそのこの仕事でね教えないといけない状況とはまた違うんですけど、うんっていうところかな。ちょっとその後輩さんとのその後どうなったかまた教えていただければなと思います。さあ続きまして、クッパくんさん、松野くんこんばんは。今日は松野くんに謝罪をさせてください。何ですか？理由は以前お酒のおすすめをお聞きした時にバカ情け島のエピソードをいただきました。その時にこの麦焼酎は麦チョコのようでたくさん飲めちゃいますとお聞きしました。麦チョコ？麦チョコってチョコだよね、お菓子だよね、どうした松室くんと松室くんの表現を疑っていました。今、バカ長崎島を飲みながらメッセージを書いていますが、これは麦チョコという表現がぴったりでした。口に入れた瞬間に麦の香ばしさが広がり、サラサラ飲めてしまっていつまでも飲めてしまう、まさに麦チョコのようです。お世辞抜きで今まで飲んだ麦焼酎の中で一番好きなお酒でした。いいお酒を紹介していただきありがとうございます。またすみませんでした。いやいや、ええねかまへんかまへん、分かってくれたのならそれでいいんですよ。ね、素直にこう謝るっていうのはね非常に、人間の、一番大事なことやなと思いますんで、全然いいんですよ、ね、でもこうやって実際にこうね僕が言ったものを飲んでくれるとか嬉しいですね。でもちろんこれだからあれですよ、合う合わないあるから、全然私は違いました、僕は合わなかったですっていうのもどんどんね、言ってもらっていいですからね。そういうのも聞きたいからね。そういうのでみんなでこう議論をうねらせていきましょう。さ あもう一ついきましょうか。こちらは前回のメッセージについてというところで、あやさんですね。前回ローファーでメッセージを読んでくださりありがとうございました。私が送ったメッセージ長くて吸収スポットなってしまった。本当は大阪観光スポットを聞きたかったですと、ネットで調べていける範囲内、言っておりますと、すみません、松村聖也さんのライブまた行きたいのは本当です。いやいや、ありがとうございます。で結局大阪観光スポットを聞きたかったんですね。で前は僕は九州のスポットを聞きたいのかなと思って、募集して、みんな寄ってくださいって言ったらこれ来ちゃいました。晴れ晴れさんです。九州の室人です。先週のお便りで九州のおすすめの場所を募集していましたね。ごめんなさい、これ僕の勘違いやったみたいです。気合を入れて考えていましたが、九州も広い、各県それぞれにおすすめスポットあるのですが伝えきれないので一つだけ。室人さんの周知の事実、松村聖也の好きな鶏肉料理をぜひ食べてください。福岡の水炊き、大分の鶏天、宮崎のチキン南蛮、鹿児島の鶏刺しなどなど、各県それぞれ素敵な場所なので全国の室人さんたちお待ちしております。ちなみに個人的には福岡の糸島市はおしゃれなカフェとかが多い気がします。熊本の天草は野生のイルカも見れますし、松村さん遊びに来てくださいねと。野生のイルカ、なんか昔ね家族で本当に中学生ぐらいでかな、小笠原諸島に旅行行って、でやっぱ未だにすごいこう記憶にあるんですよね。でまあなんかこう沖縄とかの海って沖縄の海綺麗じゃないですか。でなんかよくエメラルドグリーンみたいなことを言いますけど、なんかね小笠原のその父島っていうところについて東京からフェリー乗るんですよ、26時間ぐらいね。で着いたらなんかねエメラルドグリーンっていうよりかはもうほんと透明の海なんですよね。でそこでなんかこう沖の方まで船で連れて行ってくれて、でまあもちろんライフジャケットみたいなのつけてね、こう海にポンと飛び込むと野生のイルカがねいっぱいおるんですよね。
でね、あのイルカって、まあ、これ本当か嘘かわからないですけど、まあ、あのストレスを持った人間に集まってくるっていうの話を聞いてたんですよ。で僕バーって入ったんですよね。そしたら下に70匹ぐらい集まってきまして、その日はぐっすり寝ることにしました。